アロハ、今日もやっていきましょう。5分でわかるフラソングのツボ。では今日もフラダンサーが知るべき10項目の中から途中まで見ていきますよ。では1、この歌のタイトルはケアロハ。2、この歌を歌っているのはたくさんのアーティストが歌っていますが、例えばケアリー・レイシェル、そしてナタリー・アイ・カマウーさんが歌ってますね。3、この歌の作者は、作詞がレイ・コリンズ、そして作曲がマディ・ラムというね、20世紀前半のソングライターによる曲です。まあ、名曲ですね。もうフラダンサーなら誰もが踊りたい、踊れるメレと言えるかもしれません。4、この歌に地名は出てくるか。5、この歌に人名、固有名詞は出てくるか。6、この歌に動植物は出てくるか。すべて出てきません。ということで、この歌の中にどんな言葉が使われているのか、今日はボキャブラリーを見ていきましょう。ちなみにこの歌の中に出てくる言葉は全部で27語。27語の言葉の意味が分かれば歌の全体像が見えます。では見ていきましょう。クー、ポリ、オエ、イポ、アロハ、アラ、オナオナ、コウ、アノ、アヒアヒ、ムリ、レオ、マル、ネイヤ、キノ、パルパル、ハナ、ライ、ノホイ、アウ、ハヌ、ホオイポイポ、ナネア、プー、カウア、ハイナ、プアナ。以上です。7、この歌を一言で説明するなら、とてもセクシャルなラブソング。では実際にどんな内容なのか、そしてこの歌の背景、どんな背景があるのかということを、ストアカ、ストリートアカデミー、略してストアカのオンライン講座で勉強する予定です。スケジュールは概要欄に入れてますので、ぜひ興味がある方は一緒に勉強しましょう。歌の歌詞を見て訳していくっていう作業をするワークショップです。5分でわかるフラソングのツボ、今日はケアロハを見てみました。ではまた次の動画で会いましょう。マハロー。